ちょっとびっくりして、私だけでちょっと驚いてしまいました。1分を切った。
いて75番の、船戸弘樹、その後に今ホームプレートついた、77番の小北純一郎です。小北選手に関しましては、年間のシリーズランキングがかかっていますからね、ヒート2なんとかポイントをゲットしておきたいところだと思います。
きました。このレッドフラッグが売られた原因が届きました、どうやらコース上のですね部位が、外れてしまったということで、危険を伴いますので、ここでレッドフラッグレースここで中止ということになったそうです。しかし15分のうち12分近くまで、タイムは続いておりましたので、この時点でレースは成立ということになります。したがってトップ10は87番の伊佐原ですね、そしてセカンドポジションに86番からの生駒潤、そして3番手には81番の三上貞弘と、いうところまで、ご紹介をさせていただきたいと思います。ただいまのレッドフラッグの原因は、コース上での V の破損、V の破損ということでレッドフラッグが振られております。もちろん、V が破損いたしますと、安全を確保しますので、ここでレッドフラッグが振られたという判断です。正式な結果の方はですね、リザルトの方でまたご確認をいただきたいと思いますが、現在この地元の方で分かる範囲のところでは、第1位に伊佐杯はじめマリンメカニック、そして第2位にはパウンド1の生駒潤、第3位にはエースジャパンの三上貞弘となっております。その間に多くのですね、マシンをラップしておりますので、順位の方の確定は後ほどリザルトの方でご確認をいただきたいと思います。10時30分のスタート予定となっております。